こんにちは、太陽チャンネルです。イエーイ。で今日はね、またスライムをレビューしていきたいと思います。はい。で購入したスライムが、こちらです。じゃん。はい、Z ママスライムショップさん、はい、でまた購入させていただきました。ものすごいね、こちらの Z ママスライムショップさん対応が素晴らしいんですよ。でもスライムももうあの質が最高です。クリアスライムとかやっぱりね、結構いろんなところで買ってるんですけど、当たり外れがあって、でなんか結構ね、放射で調整するのもちょっとめんどくさいんですよね。でも Z ママスライムショップさんはほとんど調整なしでもう届いてそのままもう気持ちよく触れるので、とってもお気に入りのショップさんでございます。はい、じゃあ早速、触っていきます。はい、まずはこれですね。はい、ゴージャス春セットでございます。はい、金粉、金箔かなが浮いてて、金のこのちょっと細長いビーズっていうのかなが入ってますね。はい、開けてみるとなんかね、爽やかな、なんかね、香水のようなとってもいい香りがします。綺麗なお姉さんの香りです。はい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 。あ、これでちょっと触っていこうかな。おお、ほら見て、このもう弾力のあるスライムね。おお、綺麗に取れた。ピヨーン、わあ綺麗。もうクリア、濁りのないクリアスライムですね。あ、いい香り、金粉がすっごい綺麗です。クリアはあれですね、やっぱりちょっと触ってると濁ってきちゃうんで、ほどほどにね、いかないと、ね、はい、ゴージャススライムでした。こちら、はい、桜春セットの桜スライムですね。はい、これは何だろう、あのクランチスライムなんかな、あのプチプチが入ってますね。であとは桜の形のスパンコール、はい、かわいいビーズっていうのかな、スパンコールなんかな、はい、が入ってます。かわいい。でね、外側からもわかるあの桜の香りがします。めっちゃいい香り。まず開けると、はい、こんな感じになってて、であーめっちゃいい匂い。あの桜餅の匂いがする。あーめっちゃいい香り。はい、でこの桜のビーズを入れます。おーかわいい、ほら指を沈めていきますよ。よいしょ。このプチ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 って音がね、いいですよね。すっごいいい香り。なんか化粧品のそのチェリーブロッサム、桜の香りってが結構うってなることが多かったんですけど、これは本当に桜餅の香り、めっちゃいい、美味しそうな香りがします。めっちゃ気持ちいい。これ、まあ、そうだ、餅だ、これは餅スライム、桜餅スライムですね。あー、この音、プチプチっていう音ね。おー、
本当にね、Z ママスライムショップさんおすすめでございます。あのメルカリで販売されてるので結構みんなも手軽に買えるんじゃないかな。でこういう季節のあのものを販売したりしてくれてるので、気持ちいいです。本当に手触り感触もお餅みたいだし、香りもお餅みたいだし、気持ちいいです。はい、とってもおすすめでございます。ピョン。はい、そしておお、めっちゃいい匂い、やばい。でこれはね、ちょっと名前がわかんないんですけど、すごい紫、ラベンダーカラーで綺麗なので、開けたら、ガムの香りがします。ガム、あ、これなんだ、さっきのあのプチプチとは違う。これ何が入ってんだこれ。なんかさっきのプチプチよりも透明で、うわ、見てこれ。でめっちゃいい匂いなんですよ。やばくない？ビヨーン、かわいい。スパンコール、丸の形のスパンコール。すごい弾力があってみっちりしてますね。みっちりみっちりスライム、あーいい匂い、やば、香りが最高。これね、火の打ち所のない感じですね。本当これ何時間でも触れるわ。はあ、お、綺麗、めっちゃ。これ何なんだろう。何ってわからない。これ、ほら、すごいな。なんかシュガービーズみたいな。シュガービーズの。めっちゃちっちゃいバージョンみたいな。わー、見てこのほら、プルプルプルー、皮みたいな。あー、めっちゃいい匂いです。ブドウのガムの香りかな。はい、めっちゃいい香りでした。はい、そしてこれ、じゃじゃん、パッションフルーツバージョン、あ、バーパッションフルーツバージンレインボー。これはね、これはパッションフルーツの香りって書いてあったかな。あー、めっちゃいい香り。すごいでしょこれ。すごい、めっちゃレインボーで白い。あ、ちょっと、あ、これ。シュワシュワになってる。シュワシュワスライム。ちょっと、じゃあ、あー、これが崩れるの悲しいけど、触っていきます。うぅ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 、あ、綺麗、見て、残しておきたいぐらいだけど、あー、めっちゃいい
じゃじゃん。やば、やば、やば、この断面、うわ、うう、いやー、あー気持ちいいです。めっちゃ気持ちいい、めっちゃいい感じ。やば、かな、やっぱスライムってね。見て楽しめる、触って楽しめる、香りで楽しめる。ね？目、耳、鼻。すべてを癒してくれるっていう最高のおもちゃですよ。おもちゃ。最高のリラックスアイテムっていうのかな。うわー、このあーちょっと混ざりきらない感じがいいね。あーこれをねもっと混ぜたらねもう完全にこのあれかな、ちょっとグリーンっぽい色になっちゃうんかな。もったいない、もったいないけど、はー、うーすごい音、いいですね。この辺で置いていきたいと思います。あー気持ちいい、癒しのアイテム。はい、バージンレインボースライム、春セットの甘い香りのお菓子みたいなねやつ、ちょっとこれを入れようかなと思っていい、よし、うん、こうやって自分で作っていくっていうか重ねていくんだけど、お菓子を作るみたいで面白いですよね。まず順番になってて、1番、2番、3番でカラースプレー。まず1のスライムを半分に分ける。でその半分を容器に入れる。はい、これは粘土要素が高いスライムですね。うん、かなり粘土、あめっちゃいい匂いする。あーこれはな、あちょっと待って、このまま触りたい。はい、ちょっと待ってよ、半分に分けなきゃ。まずこれを半分に入れまして、半分入れました。そして今度は2のスライムを、容器に入れる。あもうこれは全部入れちゃう。これね、あ甘い、もうザ・スイーツって感じの香りですね。おお、クリアスライムに、見てこれかわいい、ほらキャンディーの、わーかわいいパーツが入っております。でこれを容器に入れますと、うぅ、はい、かわいい。はい、かわいい。で、1の残ってる、あちょっと粘土っぽい感じのスライムをまた上に入れて、はい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 、あいいね、こういう感じね。で、3のこの黄色のクリアスライムを上にかけて、甘い香りがする。いや
サイ&コーですね。最高。で、カラースプレーを振りかけます。おお、美味しそう。はい、出来上がりました。甘い香り、甘いスイーツスライムです。はい、じゃあね、早速触っていきますよ。あ、これもさ、そう、混ざっちゃうんだけど、もったいないけど、まあこの際もそんなこと言ってられないよ。おお、ほら、ほら、出しちゃおう。ほら、美味しそう。あー、いいね。あ、ミルクの香りがする。あの、バニラヨーグルトの酸っぱみを消した香りわかる？すっごい甘くていい香りがする。美味しそう。ほら、綺麗だし、ほら、あ、もう大好きです、この感じ。あ、いいですね。そう、私ね、このクリアスライムとあのダイソーのふわっと軽い粘土、あれを混ぜたスライムの感触が結構好きなんですよね。まあそれよりも全然あのもともといい質感なんですけど、それに似た感じですっごい伸びがいいし、いや、もう上質なんですよ、本当に。Z ママさんってめっちゃいい人だと思う。ぜひね、スライム買ってみたいなと思ったら、まずはこの Z ママスライムショップさんから買ってほしいです、スライムを。本当に気持ちいい。本当、対応もね、素晴らしいので。おすすめでございます。あ、もう完全に混ざってしまった。じゃじゃん、おう、じゃじゃん、じゃじゃん。かわいい。こんな感じですね。よいしょ。で、詰めしてっと。はい、OK です。はい、甘い香りのスライムでした。かわいい。お、忘れとった。このバージンスライムに、あー、そうだ、忘れてた。これつけなあかんかった。ほら、発泡ビーズ、このカラフルな発泡ビーズを入れてめっちゃ可愛くなるんですよ。混ぜちゃおう。カラフルな発泡ビーズ可愛いよね。なんか散らばっちゃいそう。あー、美味しそう。お、飛んだ飛んだ。お菓子みたい。
ました。むにゃ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 。はい、でまたこれで容器に入れとくと。そしたらね、またこの発泡ビーズだけがまた上に浮いてきて、とっても可愛い感じになると思います。よいしょ、閉まるかな、ちょっと空気が入って蓋が閉まらないかもしれない。はい、ということで今日は、Z ママスライムショップさんのスライムを、紹介させていただきました。はい、で実はじゃん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 、ちょっとねまだまだちょっと作る系のスライムがたくさんありまして、また次の動画でしたいと思います。はい、ちょっとね考えてることがあって、はい、またお楽しみにしていてください。はい、ということでこの動画が面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。